皆さんこんにちは。運勢カウンセラーの松天音です。いつも私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。私の過去の動画で易経64課の1番目の課であります権威点と2番目の課であります婚位置と合わせてお話しさせていただいておりますが、今回は権威点についてお話しさせていただきたいと思います。私の動画では主として占いの中でも易経に基づく占いのお話をさせていただいておりますので、よろしかったらチャンネル登録もお願いします。それでは権威点について易占いの視点からお話しさせていただきます。易経では権は大いに通る、正しきによろしとあるように、この科は内科も外科も権であります。このことから用を代用する科であり、一言で言いますと偉大なる天が2つ重なっており、天のパワーが満ち溢れている状態を表しています。ですから天の徳に従って行動すれば吉ですが、おごると急転直下に見舞われるという科ということになります。これは世の中は全て天の恩恵に授かって成り立っていることを表しており、例えて言いますと太陽があるから動植物が育ち、天があるから大地が存在し、天の恩恵によって人々は時の流れを知ることができるということです。コリオ丹田は全て天から始まり、天によって統括されると記しています。反面権威点は自己過信や勢いに任せて盲信しやすい面も持ち合わせているため、正殿は天候は剣、すなわちこの顔を得たら健やかに回り続ける天のように、おごることなく怠けることなく分をわきまえて正しく行動しなさいと注意を即しています。もちろん努力もその中に含まれます。それでこそ成果を手にできるのです。この権威点を判断する上での重要なポイントとしては、この科を男らしさの象徴として捉えており、登っていく竜に例えて説明しています。古来中国において竜といえば帝王のことを指します。国家の頂点に君臨する帝王は一家の主のような存在ですから、起業したいとかトップに上り詰めたいなど一家の主をイメージさせる事柄なら吉の科です。またこの科を得たらチャンスの時ですし、権威点は64科の最初に位置するため優勝を狙いたいなどトップに関連する事柄もおおむね吉の科です。ただし気をつけたいのは、龍は神獣であって実在しない点であります。努力なくして成功ならずの科なのです。努力可能な事柄なら天の恵みを得られますが、無目的な事柄や実行不可能な事柄を占ってこの科を得ても妄想や夢物語で終わってしまいます。あくまでも常識の範囲内で判断することが大切です。それでは具体的に彼や彼女のことを占ってこの科が出た場合はどうかと言いますと、この科は男らしさの象徴であり、彼のことを占ってこの科が出た場合は彼は男性的で将来有望な人物と言えますし、彼女であれば男性顔負けの豪快な人物と言えます。ですから恋のムードに欠けたり理想が高すぎたりします。このような場合は目上の人の意見などが参考になります。カップルの方はお互いが意地を張りやすくなりますので注意してください。優しい言葉や態度で接することが大切です。結婚を占ってこの科が出た場合は、先ほどもお話ししました通り権威点は男性を表しますので、男性が並んでいる章で友稼ぎを連想させる科となりますので、用ばかりのこの科は家庭の安らぎが得られないかもしれません。しかし
現代は共稼ぎが普通になっているので吉と言えます。次に仕事のことなどを占ってこの科を得た場合はどうかと言いますと、龍が上っていく科ですから志が相当高くてやる気も満々ですし才能もあると思います。大きく飛躍するチャンスですが現時点では実力は伴いません。でも希望はありますので諦めずに実行可能なことから着手しコツコツと地道な努力を続けるなら近い将来大きなチャンスを手にしあなたの夢を叶えることができます。次にお金のことなどを占ってこの科が出た場合はどうかと言いますと、気が大きくなりすぎ三大流出損失を暗示する科です。実体のない事柄に夢中になり身の身もなくぬか喜びで終わる可能性があります。この科は精神面では良いが物質面では大抵良くないので利益も当分薄い時なので勧誘話などにも注意が必要です。今流行りのネットショップ、ネットオークション、ネットバンキング、ネットファイナンスなどインターネット経由した金銭のやり取りは特に注意を要します。次に健康のことなどを占ってこの科を得た場合はどうかと言いますと、病気の症状を占ったら進行が早く治療を怠れば激変する恐れがあります。部位では脳、肺、神経系に注意してください。今は何よりも疲れを溜め込まないことですなどとなります。それでは次にこの科の各項を得た場合についてお話しいたします。最初に職を得た場合ですが、川柳なり夢中の中へとありますように、将来は有望であるが今はまだ実力を発揮するところまでいかないので準備して待つべきでありますとなります。ですから勢いに任せて前進すれば挫折とか失敗します。才能があってもチャンスに恵まれない時と言えます。次に2項を得た場合ですが、権流伝にありとありますように、好機が到来してきており目上の人の指導を仰いだり他の人の意見を取り入れて何事も進めていけばうまくいく時です。しかし自己主張をしすぎたり自信過剰になりすぎると孤立を招き挫折や失敗しますので気をつけてください。世は苦労の多い時ですが目上の人や仲間の協力を得て進めていくことが大事です。次に3項を得た場合ですが、君子終日謙謙、夕べまで適弱たれば危ういけれどとがなしとありますように、自分の才能とか力量をおもらず日々研鑽努力してますます充実するように努めるときです。一言で言えばなかなか前進しないときでありますし、少しでも努力を怠ればチャンスを失い失敗するときです。ですから何事も頑張って真摯に向き合うことが大事なときです。次に第4項を得た場合ですが、あるいは踊りて淵にありとがなしとありますように、星運が目の前にあるときですので進んで運気を勝ち取るときです。考えすぎてチャンスを逃してはなりませんが、細心の注意で行動するときでもあります。ただし無理をすると元に戻ってしまうことがありますので注意が必要です。次に第5項を得た場合ですが、飛龍天にあり対人を見るによろしとありますように、運気が盛大となる時であり、ここが運気のピークなのでここでひとまず締めくくりをつけて水運に備えることが大事です。ですから新規事などはやめた方が良い時であります。次に上皇を得た場合ですが、交流悔いありとありますように、運気が終わり衰退に向かう時であり
すべてにおいて進んではいけない時であります。何事においても時期を失していることから、これらのことをわきまえず進みすぎており、願望が叶わない時です。ですから、これらのものは見合わせた方がよく、今までのものは見切りをつけた方が良い時です。以上、権威点にてお話しさせていただきましたが、ここでこの他の先例をご紹介させていただきたいと思います。私の占いの話の中でご紹介することは、三浦邦夫先生には大変失礼とは思いますが、三浦邦夫先生の書かれたビギナーズクラシック中国の古典易経1権威点の説明の中で書かれています先例をご紹介させていただきたいと思います。本のページでは33ページに記載されています。それでは紹介させていただきます。北西の交換後の酵素閉じるがまだ定位についていなかった時の話。彼は公務で洛陽に行くつど親戚の岳の家を常宿にしていた。ある夜のこと、岳の母親が交換の部屋から光が漏れているのが気になり、そっと覗いてみると、灯火もないのに部屋が明るい。交換を別の部屋に移しても同じ現象が起きる。不思議に思った母親が易者に占ってもらったところ、剣の太夫に行く剣の大五行編閉じるが出て、易者がこう言った。吉です。易に飛竜天にあり、対人起こるとあります。飛竜は旧語対人の顔、その尊きことは言いようもありません。彼女はこのことを早速交換に知らせるが、後に交換が悔いした知らせを聞くと大いに喜び、あの部屋の借光は随所であり、今その印が現れた。お前は従軍して共に体型を測れと息子を媚びしたという。北斎書聖画大学前、これは本家の皇子とその士官で占ったもの。飛竜が太夫大いなる所有閉じると結びつけば天下取りしかありえないと記されています。いかがでしたか。今回は権威点の科についてお話しさせていただきました。占いでこの科を得た場合は、今お話しさせていただいた内容などを参考にして、見えざる強烈なパワーが周りに帯同している、強い波長だから危険もある、瞬発力も秘めているので、安易に取り組むと後で悔やむ、逆転の機運、例えばいつ敗れる者が勝ち、連戦連勝の者がついに敗れるなどと考え、自分が今占おうとしている具体的な内容に応じて適切に判断されればいいと思います。それでは、ご覧いただいている皆様のますますのご多幸とご健康で幸せな日々がいつまでも続きますように心からお祈りしています。今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。